イーグルス、イーグルス、英語、ザ・イーグルス、GLZ、イーグルズは、1971年にデビューしたアメリカのロックバンド。アメリカ西海岸を拠点に活動しながら、世界的人気を誇り、トータルセールスは1億2000万枚を超える。主な代表曲は、テイク・イット・イージー、ならずもの、呪われた夜、ホテル・カリフォルニアなど、ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第75位。イーグルス結成の先駆けとなったのは1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドリンダ・ロンシュタットハーバンド編成のためにミュージシャンが集められた機会であった。これにグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ランディ・マイズナー、バーニー・レドンの4名が顔を合わせ、後に彼らは独立して、 1971年8月にバンドを結成することを思いつき、ロンシュタットが所属していたアサイラムレコード拠点ロサンゼルスからイーグルスとしてデビューした。メンバーのグレンフライが当時同一のアパートに居住していたシンガーソングライターのジャクソン・ブラウンと共作したテイク・イット・イージーが1972年にデビュー曲でいきなりシングルヒットを記録。続く 魔女のささやきも全米ヒットとなった。デビュー当初は一般にはカントリーロックのイメージが強かった。マルチプレイヤーであったレドンが演奏するテレキャスター、バンジョー、スティールギター、マンドリンのサウンドがバンドのイメージを決定づけていた。特にバンジョーをフィーチャーした早起き鳥などの楽曲に見られるブルーグラス要素をロックのダイナミズムと融合させた点は斬新であった。 プロデューサーはグリーンジョンズで既にローリングストーンズのベガーズバンケットやレッドチェッペリンのデビューアルバムなどロック志向の強い多くの作品にエンジニアとして関わっていた経験を持つベテランだったが同作のレコーディング時にはイーグルスをバラードグループとみなして君たちはロックンロールにいていないなどと発言しまたどの程度カントリー的要素をブレンドするかといった意見について しばしば衝突を繰り返したとされる。二枚目のアルバム、ならず者は、コンセプトアルバムで、基本的には、ファーストアルバムと同様のサウンド構成に止まり、バーニー・レドンのカラーが強いブルーグラス的な楽曲と、ロック的な要素の曲が共存しているものの、その音楽的成熟度としては格段の向上を見せた。タイトル曲の哀愁を帯びた、バラード、ならず者は、後に、 リンダロンシュタットやカーペンターズ至るまで数多くのアーティストたちにカバーされるスタンダードナンバーとなっている。元々の音楽的ルーツとしてカントリーロック志向が強い4人であったため、前作のレコーディングとプロモーションにはかなりの労力が注がれたが、セールス的には失敗と言えるありさまであった。そのため3枚目のオンザボーダーにおいては、 よりロック的なアルバムにすべく2曲を収録したところで、プロデューサーがロック思考の強ビルシムジクに変わった。同アルバムには、過ぎたことと、ジェームス・ディーンという2曲の仮作が収録されている。また、バーニー・レドンの紹介で、彼の親友でアマチュア時代のバンドメイトであったフロリダ出身のギタリスト、元フロー、フローのドン・フェルダーが収録曲中2曲において参加し、 ロック的色彩を強めることとなった。ドン、フェルダーは後にメンバーとして正式加入しており、ツアーでは、カントリー的な楽曲では、レドン、ロック的な楽曲では、フェルダーがリードギター鬼になった。1975年、大ヒットアルバム、呪われた夜を発表。タイトル曲、呪われた夜をはじめとし、グラミー賞、ベストポップボーカル賞を獲得した、偽りの瞳。 ランディ・マイズナーがボーカルを取る、Take It to the Limit と3つのヒット曲を生んだ。オリジナルメンバーの音楽的なルーツである、カントリー色の濃い楽曲も依然見られものの、全体としてはよりロック色を強め、また、タイトル曲では、AOR やファンク、ダンスミュージック的要素を盛り込むなど、音楽的な幅はさらに広がった。セールス的にも前作に続き大きな成功を収めている。しかし、 オンザボーダーの頃から続いていたメンバー間の圧力が、この頃から激化していた。デビュー当時には民主的なグループであったが、実質的に主導権を握ったドン・ヘンリーとグレン・フライの二人の日頃からの傲慢な態度に、バーニー・レドンは、ゴーをにがし、バンドの音楽的方向性への疑問も重なったことで1975年12月に、脱退シール。 それまでバンドの音楽的支柱の一つであったレドンに、代わるギタリストを探すのは難航したが、その間に、初のベストアルバム、クレーティストヒッツ1971から1975をリリースした。このアルバムは、全米だけでも3、800万枚以上の売り上げを記録し、全米歴代で最も売れたアルバムとして君臨し、プラチナディスク認定第1号ともなった。 記念碑的作品となるなど、バンドの格好たる地位を築いた。レドンの後任には、元ジェームズ・ギャングのメンバーであったジョー・ウォルシュを迎えた。ウォルシュの加入には、反対するメンバーもいたが、音楽的にはよりロック色を強める結果となった。1976年には、初来日公演を果たしている。1976年、彼らの代表作となる、ホテル・カリフォルニアを発表。 当時のロック回避ては都市社会の矛盾を揶揄したかのような歌詞と13本ものギターを重ねた完璧なサウンドワークによって1970年代のアメリカンロックを代表する曲の一つとなったフェルガーの曲にヘンリーが詩をつけたタイトル曲ホテルカリフォルニアかつての勢いを失いつつあったウェストコーストロックの長楽を日に来るように田舎町にやってきた新参者へ向けられた 地元民の一時的な強い好奇心と彼が飽きられていく様を歌ったニューキットインタウンエゴ社会に継承を鳴らすかのように好き勝手に振る舞うブライ者が実は虚勢に満ちており内面に苦悩を持つことを厳戒に滲ませた駆け足の人生など単に人間の差がや振る舞いを歌っているように見えながらも暗に根深い社会問題を提起するような深みのある歌詞を 角度を変えた音響をアレンジに乗せて展開した曲に散りばめてバンドと死の頂点を調整し全世界的な大セールスを記録しバンドを押しも押されもせぬロック界の代表格にまで押し上げた。しかしメンバー間の圧力はさらに激しさを増しドン・ヘンリーとグレン・フライの高慢な態度の矛先はランディ・マイズナーに向けられるようになっていた。マイズナーは以前に比べて 膨大になったツアーのストレスや音楽的思考の違いも相まって1977年のコンサートツアー中に脱退。マイズナーの後継として元ポコのティモシー・ビー・シュミットが加入した。コンサートツアーを終えると次のアルバム制作に取りかかる。当初は2枚組で1978年にリリース予定だったがレコーディングに難航し1枚組に 縮小の上1979年までかかった。そしてリリースされたロングランにおいては、ハードロック、バラードさらにディスコチューンにまで多様な音楽性に挑戦するが、制作ビジョンが曖昧で展開するサウンドにもっぱら、バリアエ貫性はないなどと批判された。ロングラン発売に合わせてコンサートツアーを行い、1979年には二度目の来日公演を果たす。この頃、 バンドは人気絶頂期だったものの、相変わらずグレンフライトドンヘルダーの不仲や曲作りのスランプなどからバンドは1980年に活動を停止。そして1982年、正式にバンドの解散が発表された。バンドの活動停止後は各メンバーが個別の活動に入り、各自のソロアルバムを発表したり、 つながりの深いウエストコースト系のアーティストを中心に、レコーディングへのゲスト参加などを行っている。クレンフライは、You belong to the city や、Heat is on が大ヒットし、ドン・ヘンリーは、Boys of Summer と End of ジ h e Innocence 賞、ベストロックボーカル部門を受賞し、ソロとしても成功を収めた。1994年に、第一期最終メンバーによって、再結成。 4曲の新曲とライブ収録曲を編集した変則アルバム、Hell Freezes Over を発表し、以後世界規模でのツアーを繰り返し展開。この1994年以降を、ここではバンド活動の第二期とする。2004年から2005年にかけては、Farewell ツアー、第一回さよならツアーと題されたツアーが行われたが、さよならというのはジョークであり、その後も、 米国内外で公演が行われている。このツアーでも相変わらずの高い人気ぶりを見せつけ、各地のコンサートは大成功に終わり、収益面でも年間ランキングに顔を出すほどであった。1995年に16年ぶり3度目の来日公演を東京と横浜、兵庫、福岡で行い成功を収めた。2004年には五大ドームと横浜アリーナにおいて9年ぶり4度目の 公演が行われた。1998年にママスパパスやサンタナなどと共にロックの伝道入りを果たした。2000年にドン・フェルダーがバンドに対して貢献していないという理由によって突然解雇される。彼はこれを不服として解雇取り下げを求める訴訟をバンド側に対して行う。2007年10月31日に久々の新作。 ロングロードアウトオブウェデン19曲ボーナストラック1曲入り2枚組を発売した。この作品は13年振りとなるスタジオアルバムで新曲のみで構成されたものとしてはロングラン以来であり実に28年ぶりの作品となる。なお前日の10月30日にはアメリカ国内においてウォルマートなどを介した先行リリースが実施された。全世界で 爆発的なセールスを記録し、衰えぬ人気を示した。2011年3月1日から6日にかけて、実に7年ぶりとなる5度目の来日ツアーを、東名ハンドームで実施した。2016年1月18日、創設メンバーのグレンフライが死去。3月10日、ドン・ヘンリーが解散を表明した。2017年、グレンフライの息子ディーコンフライ、さらに、 カントリーミュージシャンのビンスギルがゲストとして加わり、ライブ活動を再開。2018年、北米ツアーを予定。名実ともに、音楽の黄金期である70年代を代表するバンドであり、ヒット曲を多数発表しているが、どの曲も美しいコーラスワークを聴かせる。デビュー前、グレンフライは、全員がボーカルを取れるバンドを目指しており、デビュー時のオリジナルメンバーである、グレンフライ、 ドン・ヘンリー、ランディ・マイズナー、バーニー・レドンは、ファーストアルバムである、イーグルス・ファーストで4人全員が、リードボーカルを取り、また、グレの目指していた、コーラスワークもレベルの高いのとなった。その後、メンバーチェンジもあり、ロック色の強いバンドになっていったが、コーラスの美しさは、落ちるどころか、さらに、レベルアップしていった。さらに、ドン・フェルダー。 ジョー・ウォルシュといったテクニックのあるギタリストが加わってからは演奏能力も格段に上がりライブでもクオリティの高い演奏を見せている。またビートルズのレノン・マッカートニーのようにヘンリーイコール・フライのコンビでヒット曲を連発していった。ただしレノン・マッカートニーの場合はほぼ完成した楽曲に一方がアレンジをすなどする関係だったのに対しヘンリーイコール・フライのコンビは 主にヘンリーが作詞、フライが作曲を担った。同年代に活躍したクイーンや、レッドツェッペリンなどと比べると、実質的な活動期間が短く、リリース作品そのものが非常に少ないが、全米レコード協会、RIAA の認定で、アルバム総売上枚数が億枚を超えているのは、イーグルスとビートルズ、エルビス・プレスリー、ガース・ブルックス、レッドツェッペリンの5組だけである。 そういう面からも、イーグルスの、特に、アメリカにおける人気ぶりが伺える。順位は全てビルボード紙による。シングルの順位も同様。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。